と職業は結果を残すことができなければクビになってしまう厳しい職業ですが、時には誰もがひどいと思うような成績を残して解任されていく監督もいました。どうも監督にすら無視され続けていた補欠カラスです。今回は j リーグ誌に残るほどのひどい、成績で解任された監督を紹介していきます。ジョゼカルロスセホーン、まずは j リーグの外国人監督の中でも特に存在自体が伝説となっているセホーン監督です。ブラジル人のセホーン監督は母国のクラブやポーランドのクラブなどで監督を務めた。 2011年12月26日にガンバ大阪の監督に就任することになりました当時のガンバ大阪は2002年から指揮を取っていた西野監督の下常に優勝争いをするような J リーグ屈指の強豪クラブとなっていましたそんな中ガンバは西野監督に別れを告げて2012年から新たにブラジル人指揮官のセホン監督を就任させますこのシーズンのガンバは日本代表のコンノ選手やブラジル人ホワードのパウリーニョ選手を獲得するなど前年度のメンバーから戦力アップを遂げて リーグ優勝を目指していましたしかし、セホーン監督はキャンプから不安を感じさせます。まず、キャンプにおいて最も重要とされる走り込みを含め、練習量が極端に少なく、当時、最も練習を行っていたサガントス、ジュビロ・岩田が10だとした場合、ガンバは2ぐらいしか練習をしなかったそうです。そんな状態でシーズンをスタートさせたセホーン監督体制のガンバ大阪でしたが、初戦となった ACL のグループリーグ初戦に0対3で大敗するという最悪のスタートを切ってしまいました。その後、J1 の開幕 試合内容を見てみると、ラインを高く保ち、陣形をコンパクトにして、ショートパス主体でポゼッションしながら崩していくという、西野監督が築き上げてきたサッカーから、ラインを低く設定し、ロングボールを多用する真逆のスタイルに変更されました。しかしながら、前線にロングボールを収めることができる選手がいなかったため、ロングボールを繋ぐことができず、低めに設定されたラインは上げることができませんでした。その結果、中盤にどうしてもスペースが空いてしまい、ピンチを作ってしまうという悪循環に陥っています。 さらにセホーン監督は1点リードされている試合で中途半端な糸でフォワードを投入し中盤がガラ空きになるといった采配も見られましたそして公式戦4試合連続の敗戦となった段階でガンバサポーターが激怒します大阪人は我慢強くないんだよ責任問題発生中という横断幕が作られセホーン監督は大ブーイングを浴びせられましたそれでもセホーン監督は試合ごとにチームが成長している攻撃的で楽しいサッカーを確立したいと連敗しているとは思えないような言葉を連発していました さらに選手に向けたミーティングでは「こんな屈辱はない」「監督人生でこんなに負け続けたことはない」「悔しいもう一回一つになってやろうじゃないか」というような熱い言葉を送ったそうですしかしすでに選手からの信頼は皆無だったようでセホーン監督の言葉を受けた後に選手たちは自主的にミーティングを開きセホーン監督のやり方は無視して自分たちができることをやっていこうという結論に至ったそうです監督が選手に干されるなんてなかなか珍しい状況ですねこうして開幕直後から窮地に追い込まれたセホン監督は 続く公式戦5 5試合にも敗れ5連敗れ連ととななっったた段階で解任となってししままいましたこのように、ネタ監督みたいになってしまったセホーン監督ですが、実は、ある人物の濡れ衣を着せられているような状況だったそうです。まずそもそも、ガンバのフロントは、西野監督の後任として、元日本代表のロペス・ワグナーさんを監督にしようとしていましたが、S 級ライセンスを取得しておらず、ブラジル一部での指導経験もなかったため、日本サッカー協会に認められませんでした。そこでロペスさんは、自身の恩師でもあるセホーン監督に、 就任を依頼したのだそうです実際にセホーン監督は後のインタビューでロペスさんから自分がガンバ大阪の監督に就任するはずだったが資格審査で承認されなかったので名目上の監督となってほしいただ実質的な監督は私でありコーチとして補佐してもらいたいという誘いを受けたと話していますつまりメディアなどの前に出るのはセホーン監督でしたが実際に戦術などを考えていたのはロペスさんということだったのですなのでガンバの成績が落ちたのもセホーン監督が一概に悪いとは言えないのかもしれませんねそして 結果的に2012年のガンバは、このまま調子を上げることができず、前年度3位から一気に17位に転落し、屈辱の J2 降格となってしまいました。個人的には、日本のクラブでしっかりとセホン監督が全権を握った状態で、指揮を執る姿を見てみたかったような気もします。小倉隆次は、現役時代にはレフティーモンスターとして恐れられた、元日本代表フォワードの小倉監督です。小倉監督は、現役引退後、これまで監督、コーチ経験がなかったにもかかわらず、過去に前例のなかった名古屋グランパス、 の gm 兼監督に就任しましまたそんな小倉監督ですが、シーズン開幕前の契約交渉の段階で、長年チームを支えてきたツーリオ選手から交渉姿勢を批判され、チームを離れられてしまいます。それでも小倉監督は、J1 開幕戦となったジュビロ岩田戦に勝利すると、長身のシモビッチ選手、さらには快速フォワードの長井選手の個を生かしたサッカーで、決して悪くないスタートを切っていました。しかしながら、この子に頼った単調な攻撃は、相手チームから対策されるようになってしまいます。小倉 監督は就任直後から俺たちが与えているのはベースと方向性だけで試合になったら大事なのは勝つことボールを取ることボールを奪い返すことこの原則を忘れるなよとだけそこに付け加える面白さを生み出すのが選手にとってのサッカーの醍醐味でしょと語っていましたがこの言葉は要するに戦術というものがないと言ってしまっているのと同じとも受け取れてしまいますそして第10節の横浜 F ・マリノス戦から連敗が始まってしまい修正する術を持っていなかったため年配を止めることができずにいましたその結果 小倉監督は負けないことを目的にファイブバックを採用することにしましたがこれは攻撃が構築できないチームの最終手段でしたこうして監督・コーチ経験のなさが思いっきり出てしまったグランパスはチームワーストとなる17戦未勝利という記録を作ってしまいますそして小倉監督は8月23日に事実上の解任となる休養が発表されますが直前の試合では完全に顔が休れてしまいとてもチームにモチベーションを与えられるような状態ではなかったことが外からもわかるほどでした改めて考えて 見てててても監督ってやっっっややぱ相当ななな精神力を持ってなきゃやっていけなそうですよねそして、シーズン中盤まで不調を引きずってしまった名古屋は、その後も巻き返すことができず、J2 降格となってしまいました。小倉監督は、シーズン終了後に、ひっそりと GM 職からも尻き、現場に復帰することはありませんでした。現役時代に活躍した選手が、監督として成功するパターンは少ないと言われていますが、皆さんは、名選手の中で監督に就任してほしいと思う人はいますかいたらぜひコメントで教えてください。前田浩二、続いて紹介する のは J リーグ史上最悪の監督とも呼び声高い前田監督です現役引退後はビッセル神戸でコーチを務めたりして現場で経験を積んでいましたが2012年から J2 降格となり1年での J1 昇格を狙っていたアビスパの監督に就任することとなりました前田監督は初の監督挑戦でしたが開幕前に九州にゆかりのある人物を中心に戦っていくという謎の縛りを打ち出しましたそしてシーズン序盤から下位に沈んでしまうとそこからは全く調子が上を向くことはなく早々に j1 復帰の可能性は消えてししままいましたそして第31節の松本山賀戦を皮切りに10試合未勝利と結果を残せなかった前田監督は第40節の大分取ニータ戦終了後シーズン残り2試合というタイミングで解任されてしまいますそして解任直前の第39節にワンホーレ甲府に敗れて甲府の J1 昇格が決まった時には敗戦は受け入れがたいものがありますが甲府さんの J1 昇格 J2 優勝におめでとうございますと一言お伝えしたいと思いますと見方によってはの とも捉えられるようなコメントを残していました。こうして初の監督挑戦は失敗に終わってしまった前田監督ですが、2013年には J2 ガイナーレ鳥取の強化部長に就任します。このシーズン鳥取は開幕から調子が上がらず、8月にオムラノリオ監督の解任が決まると後任には前田監督が強化部長を務めたまま監督を兼任することになったのです。そして2度目となる監督としてのキャリアがすぐに回ってきた前田監督でしたが、チームを全く立て直すことができず、リーグ戦14戦で1勝もでき この時点で前田監督は福岡時代から始まっていた公式戦未勝利記録が28戦に伸びてしまっていて監督のオファーはしばらく来ないだろうと思われていましたが女子チームの指導者へと転身し2014年にはなでしこリーグの強豪アイナック神戸の監督に就任しました当時のアイナック神戸はなでしこリーグを3連覇していて負ける方が難しいというほどの の戦力を揃えていましたそのためさすがに前田監督の未勝利記録も開幕戦で止まるだろうと思われていましたがなんとここでも開幕2連敗を喫して未勝利記録を30にまで伸ばしてしまいましたその後何とか第3節で勝利をつかみ不名誉な記録はストップさせた前田監督でしたが18節を終えた時点で2連敗を3回記録するなど成績は振るわず監督として3度目の正直を果たすことができずに解任となってしまいましたこのように3度の監督経験全てで成功を収めたとは言い難い前田監督です が今後フィールドを移したとしてもどこかで活躍する姿を見せてほしいですね秋田豊4人目は現役時代に日本を代表するセンターバックとしてフランスワールドカップにも出場した秋田監督です秋田監督は現役引退後2008年に最後に所属したクラブとなった京都サンガのコーチに就任し2009年には監督就任のために必要な S q ライセンスを取得しましたそして2010年京都は加藤久志監督の4年目を迎えますが開幕から絶フ調になってしまい再開に沈む んでいた第14節終了後に加藤監督を解任して秋田監督が後任としてコーチから昇格することになりましたしかし秋田監督が就任してからもブーストがかかることはなく第30節で浦和レッズに敗れた段階で J2 への降格が決まってしまいました監督解任がシーズン途中からという初めてでイレギュラーな状況ではあったものの秋田監督への不安が垣間見える場面もありましたそれは降格が決まった浦和戦でハーフタイムコメントを求められた時のことで秋田監督は何を怖が プロとしてしっかり戦え全員で行くぞと言っていて基本的に戦術面のアドバイスが聞かれることが多い中で圧倒的な精神論を語っていました確かに選手のモチベーションを上げることは大事かもしれませんがチームが崖っぷちに立たされている状況であればもっと戦術面での変更が必要だったことは間違いないはずですそして序盤から不調だった京都を降格圏内から抜け出せられなかった秋田監督はシーズン終了後に退任となってしまいましたその後秋田監督は2013年から当時 JFL ににに所属ししししてていいたたたゼルビアの監督に就任したもののの監督就任任も結果を出すこととができずシーズン途中の6月25日に解任となってしまいましたそして、二度の失敗を経験した秋田監督は、しばらく現場からは離れ、サッカー解説者として活動していましたが、試合と関係ない話などが多く、サッカーファンからもかなり評判が悪かったようです。こうして引退後、なかなかうまくいかない日々が続いていた秋田監督ですが、2020年には J3 の岩手グルージャ盛岡の監督に就任しました。すると、この森 森岡では守備を固めてカウンターで攻めていくというスタイルがはまり就任2年目の2021年にチームを J2 昇格へと導きましたしかしながら J2 で迎えた2022年はリーグワーストとなるマイナス45の得失点差を記録して1年で J3 降格となってしまい秋田監督もシーズン終了後には退任となってしまいました現役時代の熱いプレーを見ていると確かにチームを盛り上げることには長けていたようにも思えるのでそれをうまく活かせるような仕事で活躍する姿が見たいですねゼリコ ペトロビッチ次は実績十分で浦和レズの監督に就任したペトロビッチ監督ですペトロビッチ監督は2011年に古巣の浦和の監督に就任することが決定しますクラブのレジェンドでもあるペトロビッチ監督の就任には前年度 J1 で10位に終わり巻き返しに期待していたサポーターからも大きな期待を寄せられていましたさらに戦力的に見ても日本代表の経験がある牧野選手柏木選手鈴木啓太選手エジミウソン選手やマルシオ・リシャルデス選手など J リーグでの実績十分で 自分な選手たちを揃えていたことからも2006年以来の J リーグ優勝が期待されていましたその中でペトロビッチ監督は433という攻撃的なフォーメーションを採用し原口元気選手などの若手を積極的に起用していくスタイルを取っていきましたしかし開幕戦で神戸に敗れ第2節は名古屋に快勝したもののそこから3連敗を喫してしまい序盤から不安定なスタートを切ってしまいますそして第21節のアルビレックス新潟戦で勝利して以降2分け6敗と8戦勝ちなしの 状態に陥ってしまい9月にクラブはペトロビッチ監督ではなく柱谷光一 GM の契約解除を発表しました最終的には第29節大宮アルディージャとの埼玉ダービーに敗れてしまった後にペトロビッチ監督は解任となってしまいましたそんなペトロビッチ監督ですがサッカー専門誌エルゴラストの採点では監督としては異例の3.5という低評価を2度も記録してしまいましたこうして浦和での監督キャリアは1年持たずに終わってしまったペトロビッチ監督はその後もさまざまな 国で監督コーチを務めて2021年11月にはイラク代表監督に就任し初の代表監督となりましたしかしカタールワールドカップに向けたアジア最終予選2試合で1分け1敗という結果に終わってしまい2022年2月わずか3ヶ月でイラク代表監督を解任されていますここまでの監督キャリアを見ると3年以上同じチームで指揮した経験がないペトロビッチ監督ですがキャラクター的には愛される存在なのでもう一度 J リーグのクラブを指揮してあの有名なガッツポーズを見せてほしい ですね柱谷哲二次,次は現役時代東証と呼ばれ日本代表でも後ろからチームを鼓舞し続けていた柱谷監督です柱谷監督は現役引退後は主に解説者として仕事をしていましたが2002年からコーチ経験もないままコンサドーレ札幌の監督に就任することになりましたこの時の札幌は前年に初の J1 を戦い岡田監督のもとで残留を決めましたが柱谷監督は J1 での2年目を託される形となりましたしかしどうしてもサポーターからは監督経験のない部分 が不安視されていてその不安が見事に当たることになってしまいます。そして、柱谷監督の初陣となった2002年の J1 開幕戦、札幌はアウェーでサンフレッチェ広島と対戦しましたが、1対5で完敗し、最悪のスタートを切ってしまいました。その後も、柱谷監督は全くチームの形を見いだすことができないまま、日韓ワールドカップでリーグ戦が中断するまでの7試合で1勝6敗と絶望的な成績を記録してしまいました。そして、この中断期間中に柱谷監督は、開幕から不調だ 新戦力のブラジル人フォワードロブソンに対してロブソンには責任を取ってもらうとまさかの選手に責任転嫁するようなコメントを残していました結果的に柱谷監督はワールドカップの中断期間中に札幌を解任されてしまいました監督経験がなかったこともあり札幌ではうまくいかなかった柱谷監督ですが2008年に東京ヴェルディの監督に就任し2度目の監督キャリアを歩むことになりましたしかしヴェルディでは1シーズンは戦い抜いたものの17位に終わり J2 へと降格 させてししままいましたそれでも監督業を諦めなかった柱谷監督は2011年からミト・ホーリー・ホックの監督に就任すると2015年6月まで長期政権を築きましたが一度も1桁順位にチームを押し上げることができませんでしたさらに2016年からはガイナーレ・鳥取の監督に就任するも前年6位だったチームを15位へと転落させてしまいシーズン終了後には退任そして2018年6月に途中就任したギラバンツ・北九州では J3 最下位から チームを脱出させることができずシーズン終了後に退任と監督としてなかなか結果を残すことはできませんでした監督は他人にプレーさせて結果を残さなきゃいけないという難しいポジションではあると思いますが皆さん的には失敗する監督と成功する監督の差は何だと思いますか頭の悪い僕には全然考えられないのでコメント欄で皆さんの意見を聞かせてください今回は J リーグで結果を残せなかった監督を紹介しましたが日本サッカー協会の田島会長がヤバいと言われる理由はこの動画 ででまとめててていいるので是非見てみてくださいそれではいいなって思ったら高評価とチャンネル登録をしてまた次回の動画も見てくださいそれでは皆さんさようなら